日本航空ボンベイ空港5人着陸事故は1972年に発生した空港取り違いによる航空事故である。1972年9月24日、日本航空472便はロンドン発の南回り東京行きとして運航されていた。当便はフランクフルト、ローマ、ベールート、テヘランを経由してインドのボンベイに寄港後は、 バンコクと香港を経由して羽田空港に到着する飛行計画であった。当日の472便は DC-8 から53で運航されており、ロンドンを20分遅れで出発し、テヘランを離陸した時には遅れは1時間20分になっていた。9月24日の早朝、ボンベイ上空に到着した472便は景気着陸しようとした。 しかし空港管制官から滑走路は見えるかとの更新があり、472便が見えると回答したところ、当日の空港周辺の気象条件が良かったためか、有志会侵入せよと指示された。そのため472便はサンタクルーズ国際空港の冷急滑走路を上空通過した後で高度を下げて360度旋回し、西側のインド洋側から、 同空港に着陸しようとした。午前6時50分ごろ、472便は滑走路に侵入したが、実際にはサンタクルズ空港ではなく、西に3 7トル離れた小型機専用の受付空港の08滑走路に誤って着陸していた。この滑走路は1 1 4 3ルしかなく、DC-8 のような大型旅客機が安全に着陸するのは、 不可能であった。472便の機長は、スラストリバーサを作動させた後に誤りに気づき、スポイラーを作動させるとともにブレーキを最大限に使用したが、オーバーランは避けられなかった。472便は空港の敷地外に飛び出し、左翼エンジンが2機とも離脱し、前輪と主輪を破損した上で、機種部分は地面にめり込んだ。機体から火災も発生したが、 消火器ですぐ消し止められ大事には至らなかった。この事故で乗員14名、乗客108名のうち運航乗務員2名と乗客9名の11名が負傷した。事故機は現地で解体処分された。1973年9月15日、インド政府は調査結果を発表した。視界が悪い条件下で不適切な手順に従って、 侵入を継続した結果、サンタクルーズ空港とジュフ空港を誤認したことが原因とされた。また、インド政府は管制官の手順の不備についても指摘した。ジュフ空港をサンタクルス空港と誤って着陸する事故は、1942年のサンタクルス空港の開港以後3件発生している。 インターフルク航空ウィル -18 ターボプロップ機の1972年12月14日の事故が負傷者を出したのは日本航空による当事故が唯一の例である。事故直後の記者会見では朝日に向かって飛行していた472便の運航乗務員が360度旋回しているうちに地表付近を覆う朝もやに日光が反射したために滑走路を見失ったため、 すぐに目に飛び込んできたジュフ空港をサンタクルス空港の滑走路と誤認して着陸したと説明された。誤認しやすい海岸側からのコースには ILS が設置されていないという不備も重なった。日本航空がボンベイに就航したのは1972年7月からであり近隣のジュフ空港の存在についてパイロットに特別に注意を促すことはしていなかった。 また帝国なら、ボンベイへの到着は、日の出前であるため、上院も夜明け前の暗闇を、景気着陸方式でしか着陸しておらず、初めての有志開口侵入着陸であったのも、不運であった。ありがとうございます。